ホームページではちょっと分かりづらいところがあるので、実際にこうサイトを一つ一つ回って紹介していきたいと思います。ちょっとまだ入ってないところは詳しくできたらなと思います。第2弾ですよ。第2弾ちょっと頑張って回りましょう。広いから、はい、こっちが頂上サイトスタートします。はい、一番上の頂上サイト。はい、じゃあまず私たちが泊まってるのが頂上サイトっていうところです。1,2,3,4 4サイトありますけど、4だけ砂利、地面が砂利になってます。で、私らが泊まってるのは3番、で1段下に1番と2番のサイトがあります。だいたい横10メーターぐらいかな。でかい、うん、めっちゃ広い。で、正面に富士山が見える形になります。一段下下がったところに横浜サイトっていうところがあります。これいいっすね、はい、ここもう完全に独立した一つだけの、ちょっと入られへん、整備してる人がある。そう、ちょっと綺麗にね、スタッフの方たちが撤収終わったところからもちゃんとブラシかけてくれてるんで、これ以上入れないんですけど、もう完全に独立した横浜サイト一つだけ、うん、グランドね。そう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 、この状態部活でいいような。そう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 はい、横浜サイトも最高やと思います。独立してますもんね、独立サイト完全に1個だけのサイトっていうのはここだけやと思います。じゃあ次行きましょう。はい、次行きます。こちらがデッキサイトになります。3つのサイトで成り立ってます。見たようにこのデッキでサイトが綺麗にね、デッキがあるから汚れがちょっと嫌な人はいいかもしれません。3サイトですね。はい、ちゃんとあの黒間と、そう、富士山も丸見えです。こちらが、はい、3と3サイトのデッキサイトになります。雨降ってもいいよな、水はけよくて。はい、じゃあ次行きます。で、頂上サイト、横浜サイト、デッキサイトのそのもう一個下に炊事場とトイレがあります。で、こちらにソニステバもあります。結構毎日綺麗にあのお掃除してくれてるので綺麗です。でもおしゃれにサイドがあります。はい、はい、でトイレからちょっと下ってきたところにこうやって網で囲われたほったらかしサイトっていうのがあるんですけど、まあ、ドッグランみたいな感じです。犬が放し飼いにできるサイトになります。その向かいに普通の区画サイトが、この段では6から7、8、9です。そこの上も9。あ、その上の9はあのすみません映せないんでお客さんがいてるんで。そう、その9の上に大の字サイトっていう9番のサイトがあります。大の字9番サイト、区画6、7、8つながりの、はい、一段上がっての1段上がって区画9で、さらに1段上がって大の字の9、はい、9があります。で、
ここも大の字の4、ここはちょっと独立した感じでいいですね。大の字サイト4っていうところがあります。一段上がってるんで結構プライベート感というか広いな、サイトが、うん、広い、結構8メーターぐらいかな、見た目だけやけど結構広い、駐車場もこっち別にあるから、うん、広く使えると思います。じゃあ次行きます。もう一段下がります。一段下がる、はい、下がったら、大の字の123、はい、サイトがあります、ここも広いですよ。広いし富士山がちゃんと正面に見えます。うん、見えます。1の2の、こっちが3です。で、その向かいにまたトイレが、ここにも、うん、トイレがあります。あ、結構こまめにトイレとか炊事場があるから、うん、優しい、もう高規格と言っても過言ではありません。トイレがおしゃれそう、トイレがおしゃれ、なんか綺麗し、で、炭、やっぱりここにドラム缶があって炭と灰と捨てれます。嬉しい自動販売機、もう夏はね、自動販売機ほんまに必要やから、すぐジュース切れるからな。イエティでも溶けたもんね、氷。そう、やっぱり溶けるわ、熱いもん。え、ここが水地だ、かわいいですね。かわいい、お金持ってくる忘れた。そう、壁がやっぱり青とか塗られた。水地場もこんな、ちゃんとね、お湯も出るし、水も出る、水も出る、当然。はい、じゃあ次行きましょう。下りますね。下りましょう。はい、滑りやすい。この下に大の字サイトがまた、7区画あるんですけど、その大の字サイトが広いんで、もし車2台とかになる場合、もう1台はここで有料で止めれます。はい、有料の駐車場もあるから、結構あの2家族で来られたりとか、まあソロ2人で来られたら1台はサイト、1台は有料 B で止めたらいいと思います。乗り入れできますね。乗り入れできます。で、ここが大の字5、はいはいはい、はい、奥が大の字6。あ、そこはもう5と6のみですね。でかっ、めっちゃ広いです。これは広いっすよ、横に。広いよ、これは。広いな、相当広くない？ 12 メーターぐらいあるんじゃない？大の字6いいな、富士山。うん、めっちゃそこに、そう、ほんでちょっと降りたらもう管理棟やし、うん。で、この1段上が、上の段行きます。大の字8と7ですね。あ、勝手です。ここに水道あるから水汲むとこね、はい、はい、で、手前が大の字7番サイトです。その奥、隣が大の字8サイトです。まあ、今のところどこからも綺麗に富士山見えてますので結構広い、大の字は。大の字広いですね。広い、広々使える。この動画を参考にして、うん、好みの場所を予約していただいたらいいんじゃないかなと思います。いい、そうだね。ほんまに、まあなんか7は
細長い感じ、横に、うん、横長に細い。8番はなんか正方形に近いサイトになります。次はどこですか？次は管理棟かな。これがあの有名な、はい、ET やんな、フォトストップスポット。ほったらかしキャンピングフィールドって書いてある。で、向かいにあるのが管理棟です。なんか売り場が結構盛んですね。充実してましたね。充実。うん。あー、アーリーチェックインがあるんだ。今入ってる人はアーリーチェックインですね。11時半からの。うん。管理棟ちょっと行ってみましょうか。はい。こちらアウトレット巻き詰め放題1500円です。すごいですね、この袋結構入ると思う。すごいよ、結構ボリュームがね。すごい、ほったらかしの、オリジナル T シャツとか、ステッカーとか結構豊富に置いてます。え、ちょっと欲しいんですけど、私かわいい T シャツ、めっちゃかわいい。え、ドンキーとかありますよ。あ、かわいい。え、帽子もこちら限定ロンティーです。おお、ドンティーちょっと買いたいですけど。かわいいな、はい、また後ほどゆっくり見に行きましょう。このおじちゃんがあれかな、キャラクターなんか。すごい、面白いですね、充実しすぎじゃない。めっちゃ充実してる。鹿肉も売ってるって書いてる。すごい。すごいですね、いろいろ売ってて、こんなに充実してる。もう一個のショップやからね。言った。じゃあ隣も一応なんかショップみたいなんで見てみましょう。お隣はなんと駄菓子屋ほったら菓子。駄菓子屋さんになってます。うわー、私ちょっとこの山梨ぶどうサイダーが気になってます。カップラーメンからなんか雑貨とかも、子供が大好き、駄菓子もいっぱい。すごいですね。すごい。駄菓子買いに来ましょう。ワインもビールも売ってる。普通の薪も売ってます。バケツ、これ一つ800円。オリジナル T シャツ欲しい。もう欲しいになってるやん。買おうかなーが。関西勢はなかなか買われへん。そうやな。だからね、買っときたくないですか。もうあのほったらかし行ってきたんですよっていうな。そうそうそう、どこのキャンプ場でもほったらかしの T シャツ着てちゃうんですよ。あ、これこれこれね。あ、500円、外れても缶バッジもらえますって。いい、後でやりましょう、やりましょう。これはえ、これ T シャツって、あのオリジナル T シャツどうなのな。だからね、順番に上がっていきましょう。あ、ここで分かれるんや。そうです。うわ、でも死にそうだったらさ、
あの、一人で上戻るわ。本当だね、待っとったやん、影で。ジュース買ってるから、ジュース飲みます。うん。そう、さらにここで分からへんな。ここね。散歩用がで、見るか。こっちはまた違うのね。違う？あの、なんていうの。コテージみたいな。なんやろ。サイトではないな。サイトやねんけど、なんか建物がついてるみたいな。小屋。小屋の兄と弟。あ、があそこに2つあるんですか。そうです。あ、コンボ、コンボ。コンボ。じゃあここでいろいろ見て、上とか分かれてて、ここが二股にまた分かれてるんで、下から。一番上があのサイトっすよね、あれは。そう、頂上。そう、え、それ、そうやな。一番上が小屋があって、そこが兄と弟。はい、で、はい、でこの一番下から行くのが右が離れサイトで左がぼっちサイト。じゃあぼっちサイトの方から行きましょう。はい、ぼっちサイトが一番新しいんだな。ここ一番新しいサイトみたいで、ちょっとまだ整備とか終わってないみたいなんですけど、一応一番上のあの段のサイトが1番から12番、手前が1番、奥側に向かって1から12番までサイトがあります。まあ言うたらソロもしくはデュオ向けなので結構こじんまりしたサイト で、 でも地面が結構整備されてて、ここは車で入ってきやすいと思うんだけど、ここは車で入ってこれるんですもんね。入ってこれるのかな、わかんない。どうなんですかね。あ、でも車、ここちょっと離れたところに有料 P に止めなあかんってことかもしれないですね。サイトが一個一個ちょっと小さいから、多分あの荷物を運んで、はい、こちらが1番になります。1番、どれぐらいやろ、5メーター、3メーターぐらいかな、うんうん、こんな感じですね。こんな感じ。これが1番から12番、一番奥が12番。あ、でも誰かいてはりますね。はい、で、この下が下が、奥、手前が13番、はい、から20番まで、2段目が、はい、はい、で一番下が21から27番。今はここ変わらないから、ここが暑いですね、うん、まあ、それぞれなんか広さが若干、でもなんか小さいキャンプ場とかやったらさ、うん、これぐらいだけのとか普通に当たるな。びっくりするような、ついて。こっから私はこれが一部なの。そう。そうそう。すごいよな。いや、広いっすよね。広い。すごいな。あの、あっち側になっちゃう。まあ、はい。真ん前じゃなく、こう、こういう感じ。うん。になる。こう張るけど、こう。うん。まあ、ここって初めて。まあ、張り方によっちゃこう張って、前みたいな、うん、はい、じゃあこちらがあの一番墓地サイトに近い水汲み場とトイレ。じゃあトイレ行ってきます。はい。綺麗綺麗、あのやっぱり新しいサイトやから新しく作る。そして嬉しい、はい、嬉しい自動販売機。一番からもう目と鼻の先ですもんね。いや、いいすごいいいと思う、うん、自動販売機はところどころにあってくれたらめっちゃ助かる、うん、途中で飲みたいってなった時伊藤園っていうのも嬉しいですね。お茶がうまい。おーい、お茶。じゃあ次はもう一個上にある離れサイト、結構張ってるかな、離れサイト。離れサイト。はい。行ってみましょうか。はい。
clouds and thunders standing in my way。 ほんまに入ってすぐのところにトイレがあります。自動販売機と併設して。何買うの？どれがいい？春で、その奥、奥わ後ろ側に休憩所みたいなのある。チョコプラもある。炊事場なんですかね。あ、炊事場や。すごい、なんか展示場で売ってるよっていうの。500ミリ売ってるものが展示されてる。食べようや。すごいな、かわいい、こだわりがありますね。うん、お酒が売ってる。どうぞ。さすがにちょっと歩きすぎたね。そういうもん。いや、一瞬もあろう思ったら。まあ上行くとき言ってな。上行くとき言ってな。で、離れサイトの手前に区画サイトが5サイトだけあります。で、こっちが1番で奥が5番。1番です。こんな広い。めっちゃ広い。1番広い。あれ広いな。めっちゃ広いよ。88ぐらいあるんかな。奥がこれあります。これが僕だ。はい。じゃあその奥に離れサイト行ってみましょう。離れサイト0から、はい、じゃあ0から6サイトが、はい、星あって、はい、0があって、1,2,3,4,5,6。 星が、これが一番星か。星、星ちょっと謎めいてます。で、0 0大きいですよね。0,1,2,3,4,5,6 で、星やったら8個あって、うん、下に。ほんで、上の段に1個だけ大の字サイトがある。ほんで7,8,9,10,11 で、一番奥にほったらかしサイトっていうのがあります。1番、さっきほったらかしサイト2ってあったと思うんですけど、1がこちらの、はい、奥にあります。囲われてるやつ。囲われてるやつ。あ、離れの中に一番端っこにほったらかしサイトが、うん、ほったらかしサイト、はい、で、この離れサイト3番、ここは3番で、2と分かれて、はい、3で2で1で0ね。で、これで星、あっちが4,5,6。だいたいこんな感じですよね。はい、広いと助かるよね。どんなテントでもレイアウトが困らないっていう。離れも結構広いです。ファミリーでも行ける。はい、じゃあ下の段の離れサイトこんな感じでした。じゃあもう一個上に離れサイトあるんで行きましょう。で、離れサイトの上と下のこの上登ってくるところにまた炊事場とトイレがあります。やっぱり可愛いですね。うん、はいはい、なるほど、はい、あ、そしてやはり安定の自動販売機ありますよ。安心してください。自動販売機ありますよ。安心できますよ、これ。暑い夏も安心。これもこれがあるからな。なあ、あるからな。で、トイレちょっと上がってきたら大の字サイトがちょっと孤立したところにあります。大の字サイト、そうですね、1段、うん、しか も、ね、ここシンクついてるんですよ、大の字サイト、うん、大の字サイトが向こう側に1から9番まであったけど、これ一応10番になるかな。はい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 、はい、ね、
めっちゃ広いよ。めっちゃ広い。めっちゃ広い。めっちゃ広い。ほんまに広い。あ、もう一番広い、うん。びっくりするぐらい広い。の。で、シンク付き。シンク付き。で、トイレ、炊事場隣。炊事場いらんしと。もうほぼ移動なしで過ごせる。素晴らしい大乗りサイト。大乗りサイトは多分ここが一番いいんだろうな。一番いいと思う。はい、じゃあそので、その奥から離れが、離れサイトが7番からあります。はい、これが7番。はい、こちらが7番で、こちらが7番で、7、8、9、10、11とあって、一番奥がほったらかしサイト。じゃあそこ行きましょうか。行きましょう、ほったらかしサイト。はい、到着。ほったらかしサイト1番。これが本当の端っこの端っこですね。ほんまに端っこの端っこ。 端っこだいぶ端っこよ。めっちゃいいな。うん、すごい。もうだって犬の足洗い場とか水飲み場みたいな、うん、ちゃんと水道ついてるし、端っこやけど、うん、いいよね、眺めもいいし、犬は放し飼いできるし。それでじゃあ一応まあ取れるところのサイトは、取れるところのサイトは全部、うん、あとはもう上に、うん、森山地っていうところがあります。私信じてないんでもう行きません。親戚の森山地っていうところがあります。なるほど。森山地があって、小屋の兄があって、小屋の弟がいて、はい、でもうこれでほぼ全部やんな。全部です。あとはもうね、休憩でカフェ行きましょう。一応全部見てもらって、うん、今回は個人的にはどうやった？個人的にはどこが次、うん、一番いいと思ったのが、はい、横浜サイト。これが横浜サイト。あの一区画だけ、そうそうそう、だけの特別なあのサイト、いいなと思いました。うん、まあでも頂上サイトが一番贅沢っちゃ贅沢かな。うん、どこもいいと思う。これはもう優越つけられへん。パパティアボさんはどこが良かったですか？パパティアボはどこでもいい。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。嘘です、嘘です。やっぱ頂上かな。頂上な。頂上か横浜。うん、横浜はやっぱ多分群抜いてよかったかも。もうはるかここがいい。ドローも入りにくいやん。多分プライベート感一番あるのは横浜や。そうやな、うん、うん。まあ頂上は一応段ついて2サイト2サイトやからいいっちゃいい。プライベート感はすごいある。もうどこまでもプライベートを追求したいんやったら横浜かな。ということです。現場からは以上です。現場から以上です。これでほったらかしのなんかちょっと分かってくれたかなと思います。参考になれば。参考になれば嬉しいです。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた会う日までっていうか、うん、また会いましょう。また明日。I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights.